はい、こんにちは、ビッグボーイです。ファイナルファンタジー15体験版エピソード出すか。もう、出すか、エピソード出すか自体はもう、クリアしちゃったんですけども、今一体、ノクトが一体今どこに立っているのかというと、マップの外にいます。はい、まあ、冒頭のやり方で、入った、まあ、つい最近判明したばかりの、ちょっともう、このエタスカ地方の外に行く方法のバグ技なんですけども、仲間たちはついてこれません。で、今ちょっと初めて操作するので、ちょっと、マップ外まで今来ちゃってるけど、ちょっと冒険してみようかな。ちょっとね、ここから先は製品までお楽しみくださいだとか、あと、プロンプトが、いや、そっちはいけないんだよ、みたいなことを言ってたけど、そんなことはなかったと。で、どうもこのマップ外まで来ても普通に歩ける上に、あと随分作り込まれていると。で、車も走っている。すごいね。これは製品版になったらこっちも普通に歩けて、こんな草原だけじゃなくて、なんかもうちょっといろいろオブジェクトも増えるのかな。あれでも今なんか仲間の声はしないか、少し。モンスターも出てこない？どうしようか。 はい、スタンドの方から見えてたこっちの道路の方まで来てしまった。で、このトレーラーで出てた、このなんだっけな、トレーラーで確か神話に出てくる隕石だとかなんか言ってた、この隕石の中もちょっと入れると。どっから入ろうかな。だけどもちろん、通常プレイだったらこんなところ100%来れないので。ちょっとこん中入ってみたいから、ちょっと入れるところを探そうかな。あ、また車走ってる。で、マップを見る限り、もう、ここはもう、マップには載ってるけど、ここはもう、正規の方法では通れない場所だと。あ、ここ、入れるんじゃないか。さあ、ちょっと向こうの、その神話がどうたらこうたらっていう、その隕石のところまで、近づいてみようかな。あ、なんか看板ある。看板あるけど、なんかこういうものにありがちな、こういう看板をクリックできて、クリックした瞬間、フリーズするとかそういうことはないかな？あ、デンジャー。立ち入り禁止って書いてあるね。あ、だけど、看板浮いてるな。 あー、で、なんか、道もなんか変だ。まだ開発途中だね、完全に。道が浮いてる。あらら、大丈夫かな。さあ、ちょっとなんかいろいろ崩れちゃってるけど、ポーション、もしも落下死とかしたら、まあポーションとかもあるので。すごいな、これ大丈夫かな。お、どう。 あ、なんだこれ、地面の中にいる。完全に裏世界だ。もう一体どこを歩いている？ノクトは。あ、通れる、これも。どこを歩いてんだ、これは一体。ちょっと、もうちょっと開けたところまで行ってみよう。お、なんか出れたな、これ。さあ、まだごっちゃだな。
いろんな意味でなんかファンタジーな世界に今足を踏み入れております。あ、隕石から離れちゃってるな。待ってよ、どうしよう。これ思いっきり中入っていこっか。なんかオーラみたいの渦巻いてるもんな。下っていけるか、これは。下っていけるか。下っていける。あ、見えた、見えた。あれが。はい、ちょっと見えてきました。あれ、トレーラーに登場していた、巨神タイタンかな？さあ、本来なら、見えるわけがなかったけど、はい、バグでマップ外に来たら、なんと、はい、巨神タイタン、見れちゃいました。すごいね。体験版で、行けるわけではなくとも、ちゃんとこういう風に、まあ、オブジェ状態だけど、配置はされていると。うわ、タイタン。タイタン浮いてるな。でっけー。製品版ではこれと戦うことになるのかな？うわぁ。まあ、特にタイタン以外に何かあるわけでもなく。じゃあ、あ！ノー！ここに戻ってきちゃった。あ、でもみんなレベル50以上あります。そっか、もしもの時のために対策されてたが、まあ、ひとまずあの隕石のところを行ったらタイタンがちゃんといるということがわかりました。なんか落ちてる。まあ、最後のプレイを終えてから、また洞窟だとか、まあ、いろいろ行ってたりしてたんですけども。あれから、まあ、特に意味はあるのかわからないけど、思い出のカエルをもう4匹ぐらい見つけてて、あと、新たななんか剣もなんか、フィールド上に刺さってたので、それも、抜き取ったと。で、結局、なんだっけな、あっちの方の湖のところにいるアダマンタイマイなのかな、あれとの戦い方は結局分からず、そもそも戦えるのか、前情報は確かそうだったけどっていうところなんですけども、それとも何か条件があるのか。さあ、思わぬ形でちょっとマップ外弾かれちゃったから、腹いせにガルラでも戦ってみようかな。ファントムソードがね、めちゃめちゃ強い上に、あと、素早く倒して、ボーナス経験値も得られるので、かなりもう効率のいいレベル上げができるようになってしまったと。戦ってみよう。で、ファントムソードで、めった切りにする。無茶をするなよ、お前もな。その調子だ、ドクト。かっこいい予想通りまあ、ファントムソードがね、強力なんですよ。あとまあ、夜にこの辺をうろついていたら、車修理後に、説明されてたように、ベヒーモスがこの辺をうろついてることも、増えました。ただ、ベヒーモス、パート6でやったように、もうほぼカット満載で、あとファントム、高いところにシフトしてからの、ファントムソードでっていう戦法をもう永遠とに繰り返していたので、
なんだろうね、もっと通常技でスラスラ倒せるようになるにはさらに能力値上げる必要があるんじゃないかと。でフィールドを行ってたらなんかこんな、なんだろう、なんか動物がプレイヤーから避けるように動いていたんですけども、あれは倒すと結構高く売れる角が手に入ります。だからで一度でこいつはなかなか逃げちゃうので、ファントムソード入手後に一度シフトをブレイクしてからなるべく離れないようについていって MP が回復したらファントムソードで追いかける。OK。 で HP は少なめです。このメズマライズの角ってのが高く売れる。で軍も来た軍も来たから戦っちゃう。あベヒモスいる昼間でもいる。どうしよう、召喚獣で倒してみる、見ようか。そこにね、ちょうど湖の中にいるアダマンタイマイとはね、戦えるのかがわからないし戦い方もわからない。さあ召喚獣を呼んでみたいのでとりあえず普通に戦ってみよう。このベヒーモス結構ね、鋼鉄並みに動き回るんで、いて、あ、倒れちゃった。召喚獣を呼びたいからダメージを与えてほしいな。みんな強くなったのでダメージも食らいにくくなった。この体験版ではレベルは何レベルまで上がるんだろう。あ、でやられてしまったのでここで丸ボタンホールドして召喚。ラムが召喚されてノクトが掴まれる。決殺やばいねこれ。神話に出てくるだけのことはあるね。そこにいる、消えてった。はい、とまあこんな風に召喚獣を読んで HP が0だったらもう無条件で読んで決殺することができると。結局この白いこのでかいやつとはね、どうなんだろうっていう形なんだけど、じゃとりあえずマップ外に行ってみて予期せぬ不具合が発生してファントムソードを武装して召喚獣を読んでみました。じゃあもしもね、またなんか分かったことがあればこのボリュームが高い
FF15 体験版またやっていきたいと思います。こっち見てるな。じゃあ今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。